ボードレールの5つのシエル64は、シャルル・ボードレールの詩、悪の花から5つの詩を抜粋し、それをもとに、フランスの作曲家、クロード・ドビュッシーが作曲した、声楽とピアノのための歌曲集である。1887年12月から1889年3月に、かけて作曲された、この作品は、ワーグナーの影響を受けていたため、パリの音楽界ではあまり受け入れられなかった。 こうした傾向は、ワーグナーのトリスタント・イゾルデにおける火星法上の革新に続いて、ドビュッシーがペレアスとメリザンドの作曲に向けて徐々に放棄していったものである。このように、ボードレールの5つの歌は、ドビュッシーの音楽的な進化の過渡期の特徴が現れている。タイトルにも示されている通り、前後曲からなる。 バルコーニーゆうべのハーモニー噴水瞑想恋人たちの詩、ボードレールの5つの詩の作曲は1年以上に及んだ。5曲目の恋人たちの詩は1887年12月、1曲目のバルコニーは翌1888年1月、2曲目のゆうべのハーモニーは1889年1月、3曲目の噴水は同年3月に完成している。 なお4曲目の瞑想の作曲年代は定かではない。この作品はパリの音楽界での評判が悪かった。ジャンバラ家によると忘れられたアリエッタが成功した後誰もボードレールの5つの歌を演奏したりしようとしなかったという。そうした背景からドビュッシーはこの作品をわずか150部の予約制で出版するしかなかった。ありがとうございます。